IH クッキングヒーターの仕組みを生かしたがん治療の新たな可能性が開かれました。これは最先端のプリンテッドエレクトロニクスとバイオマテリアルを駆使した以降連携の取り組みの成果です。がん組織は自らの呼吸や栄養補給のために作る血管が密集して広がりづらいため、他の細胞より温まりやすく熱に弱くなっています。それを利用するのががん温熱療法です。これは電磁波を使って熱を発生させ、がん細胞のみが死滅する 42.5 度に組織を温める、副作用の少ない治療です。しかし現在は大掛かりな装置が必要なため普及が進んでいません。そこで医療用プラスチック素材やエレクトロニクスの技術を生かし、この温熱療法をより効果的に行う研究が東京工業大学で行われています。ここで試されているのが基板上に回路を印刷するプリンテッドエレクトロニクス。これまでの技術と異なり、柔らかい素材で回路を作ることができます。研究グループがこの技術で製作したのは、薄いフィルムに印刷されたこの回路。しかしこれががん温熱療法に一体どう役立つというのでしょうか。まずこの渦巻き状の金属コイルに電気を流します。するとコイルには磁界が生まれます。そして印刷した回路をコイルの上に置くと、電磁誘導によって回路から熱が発生するのです。そのためこの回路を体内の患部に貼り付ければ、コイルを体の外から近づけるだけで温熱療法が可能になるという仕組みです。つまり IH クッキングヒーターと同様の原理で作動する発熱デバイスです。これを医療機器として使用するため、研究グループでは体に埋め込んでも害がない回路の製作に取り組みました。まず回路を印刷する導電性インク、これには人体に無害な金を用いることで課題を解決できそうです。さらに基板となる薄いフィルム、これには生体組織に優しいプラスチックポリ乳酸が適しています。このポリ乳酸の上に導電性インクの回路が印刷されていること、実はこれが今回の成果の大事なところです。導電性インクを回路に定着させるためには、200度以上に加熱して不純物を取り除く加工が必要ですが、ポリ乳酸は熱に弱く60度程度で変形してしまうのです。つまりポリ乳酸のフィルムに導電性インクで印刷しても加熱処理ができません。そこで私たちは今回新しい手法を開発しました。それはポリイミドという別の素材の熱に強いフィルムに回路を印刷、そこにポリ乳酸溶液を精膜し固めてからシールのように剥がすことで、この通りポリ乳酸薄膜に回路を作ることができました。こうすることで生体適合材料のみで構成された柔らかい回路を作ることができます。研究では物体を格子状に区切って計算する有限要素法を用いたコンピューターシミュレーションを駆使し、効果的に熱が伝えられる回路のデザインを検討しました。こうした光学からのアプローチを実際の治療に応用するため、研究グループでは麻布大学、帝京大学とも連携し、生体組織を用いた実験でこの発熱デバイスの有効性と安全性を検討しています。実験後に生体組織の観察を行ったところ、温めすぎることでの火傷などは発生していませんでした。つまり正常な組織にダメージを与えることなく効率よく患部を加熱できていたのです。この柔らかな発熱デバイスを内視鏡やカテーテルを通じて患部に入れ展開し、体への負担が少ない治療の実現を目指しています。この柔らかな生体適合デバイスによって、がん温熱療法の普及とともに様々な治療への適用が期待されます。工学からの大胆なアプローチで新しい時代の医療を開きます。